の継ぎ目が抜けなくなったとき、硬くて抜けなくなったとき、一番いい方法、カーペットとか滑り止めシートを3センチ幅ぐらいで切って、これはもう6、7、10センチありますけど、これをですね、こう巻く、こんなに巻く必要はない、これにこう巻く、で、やると抜けます、抜けやすいです、おすすめです。っていうかロッドを抜かないと、ね、ロッドつなぐときもあるけど、ここまでやる必要ないですけど、ロッドつなぐときも抜けづらくつなぐために、つなぐときも